アビア B-35、アビア B-35、アビア B-35、AV-35 は第二次世界大戦直前にチェコスロバキアで製造された戦闘機である。本機は B-534 複用戦闘機を代替する機体を求める1935年のチェコスロバキア空軍による要求に応じて設計された。B-35 はエンを持つ 低翼単用の流麗な機体であった。コックピットより前方の胴体は溶接交換に金属張り、機体後部はハフ張りである一方で主翼は全木製であった。かなり時代錯誤なことであったが引き込み式の膠着装置は簡単には実現不可能であったことから開発が迅速に進むことを期待して空軍はこの機体におン式の固定膠着装置を指定してきた。 オリジナルの大円翼を持つ B-35 の模型試作初号機の B-35-1 は、イスパの水ザ12ユードアーズエンジンを搭載して、優れた飛行特性と速度を発揮した。このエンジンは後に、同出力の12イクアーズに換装されたが、シリンダーバンクの間を通して、プロペラハブから発射される、モーターカノンを搭載することが意図されていた。テストは、 墜落によりアビア社のテストパイロットアーノシとカバリックが死亡した1938年11月22日まで続けられた。とはいえ施策2号機の B-35 にはすでにほぼ完成しており、これには再設計された補助翼とフラップが取り付けられていた。この機体は12月30日に初飛行を行い、1939年2月に 本格的なテストが始められた。10機の全量産型が発注されたが、これらが生産される前の3月に、ドイツによるチェコスロバキアの併合が行われた。ドイツの統制下で、開発作業は再開されて、改良型の B-35、3が1939年8月に飛行した。ダエ翼の主翼前円は直線に修正され、 外側に引き込まれる方式の主脚が取り付けられた。当初予定されていた武装を備えた最初の機体であったこの試作機はドイツのマーキングと登録記号 DIP 部をつけてブルセルで開催された航空ショーに展示された。そこで十分な興味を集めたことで改良型の B-135 が開発されることになった。諸言性能。ありがとうございます。